こんにちは。個性的な家電を販売するバルミューダが初めてスマホを発売しました。その名もバルミューダフォン。今回はこのバルミューダフォンについてお伝えしたいと思います。まず最初にバルミューダフォンを紹介しているサイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらがバルミューダフォンを紹介しているサイトになります。まず最初にですね、概要から見ていきたいと思います。 こういう感じの外観ですねコンパクトそしてエレガントユニークですね自然な大きさ持ちやすいサイズになってるみたいですね基本アプリこのような基本アプリが入っていると パーソナライズ。いろいろお好みに合わせて設定ができるみたいです。あとアクセサリーですね。アクセサリー。スタートアップガイド。えー、価格が書いてあるんですけども、シムフリーモデルで104,800円税込みになってますね。 あと三十日間返金保証になっています。ではですね、一つ一つ詳しく見ていきたいと思います。えー、最初にハードウェアですね。えー、本体サイズが高さ百二十三ミリ×幅六十九ミリ厚さ十三点七ミリ。 重量は約 138g。結構軽いですね。ディスプレイサイズ解像度。約4.9インチのフルエッジデーですね。内蔵メモリー。r o m 128GB、r a m 6GB。バッテリー容量が 2500mAh。カメラ有効画素数が、背面が約4800万画素ですね。F 値1.8。前面が約800万画素。F 値2.0。CPU は Qualcom m の Snapdragon 765ですね。 5G に対応しています。生体認証は指紋認証。NFC タイプ ABF フェリカ対応ですね。充電方式は USB PD3.0 ワイヤレス充電対応。防水防塵が IPX4 の生活防水と IP4X ですね。これがスペックになります。そして専用アプリ。バルミューダフォンだけの基本アプリ。このようなアプリが使えると。 最初のの画面がこのような感じですねあとスケジューラーなかなかユニークなスケジュールですねあとメモですねあとカメラ料理モードっていうのがあるみたいですね え、支援に応じて選べるカメラモード。人物モード、夜景モード、ムービーモード。え、カルキュレーター、計算機ですね。あとはウォッチ。少しずつ全部便利な時計アプリ。あとは、Google プレイも使えるということですね。えー、続きましては、ストーリーですね。パルミューダフォンの開発ストーリー。 なぜこのスマホを作ったかっていうのが書いてありますね、ここに。そして次に、バルミューダフォンを始めるにあたって、えー、乗り換えですね、バルミューダフォンから iPhone、Android の端末に簡単に乗り換えられるっていうことが書いてあります。 iPhone から乗り換えですね。あとは、Android 端末から乗り換え。えー、続きまして、アクセサリーですね。ケースやカバーガラスなど、バリメダフォン専用のアクセサリーを用意したってことになってます。えー、こちらがケースですね。えー あとは保護フィルムとかガラスフィルム。あとは AC アダプターとか、あとは充電ケーブルですね。で、スペックですね。スペックを細かく見ていきたいと思いますけど。厚さが13.7ミ、mm、リで、幅が69ミ、mm、リ、高さは123ミ、mm、リ、約4.9インチですね。色はブラックとホワイトなど2色ですね。ここに電源ボタンがついてて、シムカールトレンここにあって、 あとはフラッシュ LED と充電通知 LED がここにあって音量ボタンがあると。で、ワイヤレス充電、NFC フェリー対応ですね。あとは USB Type-C のコネクタですねえ。製品仕様ですね。製品名がバルミューダフォンシムフリーモデル。サイズが幅×高さ×厚さが約69ミ、mm、リ×約123ミ、mm、リ×約13.7ミ、mm、リ。重量は約 138g。 ディスプレイサイズは約4.9インチのフルエッジで 1920×1080 ドット。プラットフォーム OS は Android 11。CPU は Qualcom m のスナップ765。2.3GHz1 コア。2.2GHz1 コア。1.8GHz6 コアですね。バッテリー容量は 2500mAh。充電方式は USB PD3.0。ワイヤレス充電に対応ですね。充電時間は約90分。 これは純正アダプターおよび USB ケーブル使用時ですね。対応バンドですけどもと LED と、5G と LTE と 3G、GSM に対応してますね。バンドはこちらですね。LTE のバンドはこちらになってます。あと背面カメラ約、約4800万画素。最大記録画素数は1200万画素ですね。F 値1.8。全面カメラが約800万画素で F 値2.0。NFC はタイプ ABF、フェリカ対応ですね。 え生体認証は指紋。Wi-Fi は i e e の 802.11ABGNAC に対応。Bluetooth 接続はバージョン5.2。外部デバイスはあ USB Type-C ですね。防水防塵は IPX4 生活防水と IP4X。色はあブラックとホワイトですね。えそれぞれ型番が X01A-BK、X01A-WH となっています。保証期間は1年ですね。 パッケージ内容は本体とクイックガイドあとはあ製品の取り扱いと安全注意 SIM 取り出しピンですね生産地は日本となっていますあと各種サービスのご紹介ということでえ2年保証サービスもあるみたいですねパルミューダフォンケアってそしてあとはあこちらあ30日間の返金保証がついてます 11月17日から12月31日まで返金保証バルミューダフォンを1か月間お試しいただけます手のひらに収まるサイズの中に数々のテクノロジーを詰め込んだバルミューダフォンそのデザイン使い心地機能性や独自のアプリケーション全てを体験いただくために購入後30日間の返金保証を実施しますこの機会にぜひお試しくださいとなってますね キャンペーン内容。期間中、対象店舗でご購入いただいた製品をご賞いただき、ご満足いただけなかった場合、購入金額合円額返金いたします。対象購入期間が2021年11月1 1日水曜日から22月31日金曜日までのご購入。返金受付期間は、ご購入日より30日以内の申し込みですねえ。対象店舗は、バルミュードオンラインストア、バルミュードザストア大山、バルミュード松屋銀座、バルミュード阪急メダ本店でのご購入ですね。 対象製品はこちらですね。送料、振込手数料、代儀手数料、ギフトラッピングと対象製品以外の代金は含みません。事務手数料専用を差し引かせていただきます。待ってますね。で、申し込み方法がこちらですね。 以上ですいかがでしたでしょうかバルミューダがスマホを発売とは意外ですよね製品仕様はバルミューダが決めているかもしれませんけれども開発は外部委託じゃないかなって思いますスマホの開発でかなりの技術力が必要ですのでそれほど簡単にはできませんからね私がバルミューダのサイトを一通り見て思ったのがこのスペックにしては価格が高いことですかねコスパが悪いです 多分、台数がそれほど売れるとは思えないので、これほど高いのだと思います。もしこのスマホを買うなら、人柱を覚悟した方がいいのではないでしょうか。まあ、期間限定ながら、返金保証がついていますので、興味がある方は、この期間に購入した方が無難かと思います。あなたはバルミューダフォン購入したいと思いましたか今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。